まずカットする前の、スタイルなんですが、こうね、ドライカットする場合はナチュラルなイメージを保つためにそのまんまで切るっていうのがメインなんですけど、こうカールとかついてるとやっぱり故意につけたカールは良くないんで、一度ブローで伸ばしてからドライカットします。で、一般のお客様だとこういうちょっと取れ加減カールぐらいで、これで一つのヘアスタイルって思われる方もいっぱいいると思うんで、こういう感じで少し取れ加減のカールでスタイリングしましたっていう形でも一度返せると思うんですが、カットの場合はまあいい加減に切った良さもあるかもし、ある時もあるんですけど、多少の正確性がいるんで一度ブローで伸ばします。まずブローで伸ばしちゃいますが、ブローする時に一番ベースになるのは根元、中間、毛先っていくんですが、通常のロールブラシのやり方ですと必ず中指が支点になって、親指と人差し指が送りで、最後に小指とこの残りの2本の指でこういうふうに回すのがベーシックな正しい回し方なんですが、この PR553 ロータリーブラシの場合には、昔のロールブラシのようにこう丸じゃなくて断面が最初から三角で、ここにフィンガーカットが施されているので、一度かませて一回転すると回さなくてもすっかりと伸びるような、上にこう持ち上げるだけでも伸びてくる、上にこう持ち上げるだけでも伸びます。結局髪の方は回転かけられた状態になるので、無理にこういう風にされなくてもこれで一発で伸びます。今何もつけてなくて、このアイロンでつけたカールがストンと伸びます。で、まあ少しナチュラル感は残しながら、不必要なカールだけ取ります。そして相手が規制が強かったり、ストレートをかけてるような方ですと、PR656 って言って、ここがヘキサゴン、ここが六角形のものは、さらに伸ばしやすくできてまして、これは一回かましますと、引っ張るだけで、かなりストレートになる力が強いです。と言いますのは、この絨毛と絨毛の間に毛が落ち込んで、何箇所で引っ張るようにできます。ストンとなっちゃう。まあ、ロータリーブラシの場合は、よくこっち方でこうやってスライスする人には、こういったフック、ハンガーでかけるタイプが不向きです。我々は小指かフォームのテールで伸ばします。ただ、相手やお客様がテールでやるよりは、髪がほつれてなければ小指でやった方が痛くないのかなと思います。ですね、まあ昔のようにくるくる回さなくても、ここで髪が噛んでくれると手前に引っ張るだけで回転を与えた状態になるということです。一応六角形と三角形のタイプのロールブラシは世界で初めてで、他にはないと思います。持ち手のグリップが三角とか六角は過去にもいっぱいあるんですが、これの場合は回すボディの方に少し重みを抜くために中に芯を作って空気で抜いてあります。
まあこういう感じで一応一通りまっすぐにして、でその後ドライカットします。